あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて186ドル45セント高い3万3704ドル10セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 106.98 ポイント上がって1万飛び 742.63 でした。一方円相場は1ドル132円20銭付近で取引されております。アメリカは今週物価に関する統計が発表されるということで、まあその物価統計減速、まあインフレがね、ちょっと落ち着くんじゃないかという期待で株が上がるということになってきているということですが、まあアメリカのこのインフレっていうのはまあ長期的に見ればなかなか収まらないというところですか。徐々に収まっていきますか。こういうのを見るときにね、何点かな、予想インフレ率っていうのデータがあるんですけどね、はい、そういうのを見てると、なんか、長期的には 2-3% に落ち着くって、そういうようなデータばっかりですね。だからそういう意味では、だんだん下がりつつあると、はい、もちろんちょっと短期的に見ると上がったり下がったりするんだけど、すごい先を見ると下がりつつあるって、そんな感じですけどね。さあ、一方で、では日本の物価についてこんなニュースが出てきました。東京23区12月の消費者物価指数 4.0% 上昇、40年8ヶ月ぶり高水準。東京23区の先月12月の中旬までの速報値ですが、消費者物価指数が気候の変動の影響が大きい生鮮食品を除いた指数で前の年の同じ月と比べ 4.0% 上昇しました。 4% 台の上昇は1982年4月以来40年8ヶ月ぶりの高い水準となります。ということでですね。まあ、これを一面トップにしないにせよ、2番手ぐらいの記事でね、大きく載せているというところが多いわけであります。何十年ぶりっていうの好きだからね、マスコミは。好きですね。好きですね、本当に、ね。何十年ぶりなんていうとね。何十年ぶりっていうの大好きでしょ。で、ちょっとそれに冷や水かけちゃいけないかもしれないけど、要するにね、この手の物価っていうのは、はい、まあみんないろんなものの全部足し算して、出す物価なんで、輸入物価も結構多いんですけどね。はい、まあこういうのちょっと中身分けて考えると、東京都のやつでも、まあ全部の指数は 4.0%、前年比上がってるんですけどね。はい、まあ、エネルギーと食品を除くと 2.7% なんですよね。エネルギー、食品、まあ、食品はほとんど関係ないんだけど、エネルギーです、ほとんどが。はい。上がってんのが。で、これは 2.7% ぐらいだと、まあ別にそんな大騒ぎするような数字ではないんですけどね。エネルギーで上がってて、それでこれは、いろんな品目っていうのをやるときに、輸入物価も全部カウントして、この消費者物価ってカウントするんですよ。はい。そうすると輸入されたものが多いでしょ。そうするとそれで上がった感覚、上がった、非常に上がってるっていうふうには数字が出るんですけどね。本当の物価ってどういうふうに見るかってことなんですけどね。はい、実はね、名目 GDP と実 GDP の比で見るっていうのが一番正しい物価の見方なわけ。GDP っていうのが名目と実っていうのがあって、はい、その比で見るっていうのも一つの物価なんですけどね。それで見るのは一番正しいんですけどね。それで見るとね、これちょっと難点なのは、もう毎月数字が出ないんですけどね。GDP 統計出たときに必ず出るんですが、はい、去年の、12月の中頃にも、市地区の二次速報、二次統計出たでしょ、はい、その時に実は出てるんですけどね、その時の市地区の、これ、さっき言った、名目 GDP と実 GDP のことを GDP デフレーターという言い方するんですけどね、はい、GDP デフレーターは、その前の年 の前の年の同じ同期に比べてマイナス 0.3 です。おー、だからこれ普通の定義だと、はい、まだデフレ状態なんですよ。で、なぜこの差があるかっていうと、はい、輸入っていうの価格がすごく上がってるときに、輸入は GDP から控除項目になるんですよ。だから言ってみるとね、輸入価格が上がってるっていうのは、はい、名目の、GDP をすごく減らしてるんですよね。名目 GDP 減れちゃってるから、はい、だから、さっき言った GDP デフレーターがマイナスになっちゃう。これ普通は同じように、均等に上がっていくんだと、大体同じような動きなんですけどね。はい、
ちょっとそうなってませんね。だからこれすごく違ってて、だからあのデフレかどうか判断するときにあのいろんな指標があるんですけどね、どこを最初に見るかっていうと、この GDP デフレーターがプラスにずっとなってるかなってないかで見るんですけどね、そういうことから考えると輸入物価が上がってて、はい、輸入価格が高くなって、所得を海外に取られて、はい、っていう、そういう意味であんまりいい状況じゃないんですよ。なるほど、ね、でもう本当国内の経済で、うん、まあ、うん、内需もこれだけ冷え込んでる中で見るとそうデフレ状態あの、まあ、見方によるとね、だからマイナス 0.3 だから、はい、私なんか実はこういう数字が 2% をずっと上回っていったら、まあいい、まあいいやというふうに思うんですけどね。これとにかくエネルギー価格を起因とする、はい、あの海外からの要因ですごく物価が上がっているというのはあんまりいい状態じゃないですね。いや、これね、そうなってきちゃうと、本当はじゃあ内需をこう喚起するような政策っていうのをやんなきゃいけないわけですね。本当、去年に昨年の時にね、このちょっと物価が上がってるからって金融引き締めてやるでしょ。引き締めて金利利上げしちゃったわけでしょ。もうこれ利上げじゃないっていう人言いますけどね、全部で、もう実際金利上がってますよ。だから、長期の、固定ローンはみんなもうすぐ上がってますしね。ね、フラット35とか、まあ、35年固定金利っていうものは。長期固定だからすぐ上がるんですよ。はい、あれ上がっちゃったの。ってますね、実際にあの国債金利も 0.25 0.2 から0.5 ぐらいまで上がってるしね、10年ものの国債の金利、そうそうそう、はい、それであとでここからすぐ予想できるのは短期の金利も、はい、まあ相場上がりますね。それでこれは新しい日銀総裁が決まる時ぐらいになったら上がると思うけど、はい、まあ、ちょっと遅れて上がってきますか。先長がちょっと分かんないけど、うん、先取りしていけば、はい、あの短期も上がると思います。そうするとね、短期プライムっていうのがあって、ね、はい、そこも上がるでしょ。そうすると変動金利、住宅ローンの変動金利っていうのはその短期プライムに連動するんですよ、うん、ちょっと上がってきますね、はい、そうすると支払い利息の金額が今までよりかは2倍3倍、今年中になるんじゃないですか。変動で住宅金ローンを組んでらっしゃる方はもうおはや手遅れたんですけどね、大変ですね。で借り換えようとしても固定の部分はすでに上がって上がってる。だからでも今だったら固定に手数料払って乗り換えてもいい勝負かもしれないって。だからそれはギャンブルですけどね、どっちが得なのかよく分かんないですけど、あの少なくともでも、まあ、アベノミクスの時には、はい、あの利上げしないってことでやってたんで、で、まあ、黒田さんは最後になってね、もうあのガランと変わっちゃったんだけど、それで利上げしないっていう時では実は変動金利が絶対お得だったのは間違いなかったですけどね、そうじゃないですね、もうね、言えでしょ、ね、そうで、これは本当家計に直接聞いてくると、いや住宅のローンを持ってる人多いと思うんですよね。だから いろんな意味で景気対策とかそういうのが求められてるんだけど、はい、まあ増税ですからね、まあ逆だもんね。むしろ可処分所得がどんどん減る方向ですよね、エネルギーに取られ、ローンの利払いとかに取られ、さらに税金に取られると、なんか全然違いますね。そうするとここから先予測できるのは、はい、ある程度 GDP ギャップっていうのが大きくなりすぎて失業が多くなるってことです。あそこまでいく、7時またぎの直前のところで、まあ、GDP ギャップが、うん、これから、まあ、ひどくなると、これは潜在的な GDP と、うん、需要がつかないから、需要がつかない、だからそうすると一回ちょっと消費者物価上がるかもしれないけど、はい、案外値上げしたら売れないからってんで避けるかもしれないってそんな感じなんですよ。上げてみたけどっていうこともあるかもしれない。その需要がついてくればね、はい、値上げしてそのままいいんですけどね、値上げした後にお客が離れるかもしれないですね。結局内需がかなり冷え込んでいるから、うん、そういうことになっていっちゃうと。そうですね。でそうするとその先で今度は失業率の話になって、出てくるかもしれないですね。雇用に影響してる、だからこういう時には利上げしちゃいけないんだし増税もしちゃいけないっていうのはもう鉄則なんですけどね、また真逆やってますね。これね、全国旅行支援が昨日始まったみたいなニュースもありましたけど、需要を作っていくってパターンですけどね、うんうんうん、でも旅行支援もあるでしょ、前回に比べてちょっとずつ、はい、なんか、なんていうかな、補助率が低くなってたりするでしょ、割引率が、まあ、年末までは 40% 最大だったんですが、うんうんうん、20% に引き下げということです。そうそうそう、はい、本当に大丈夫かしらねと思いますけどね。
まあ、そうじゃなくてもこのね、サービス業、宿泊だとかっていうところはコロナで傷んだ業界でもあると。そうね。うん、あともちょっと悪いこと言っちゃうとね、はい、あのコロナでいろんな融資受けてたのがあるでしょ、はい、切れてきてね、そろそろ返済になったけど、ものすごい大変になってきますよ。ああ、ね、その無利子無担保の、うん。そう、それで無利子無担保もう一回有利子でね、借り換えようとしたらね、金利が高くなってるって言ってね、金融機非常に厳しくなるんじゃないかなっていう気がしますよ。これね、ゼロゼロ融資の借り換えに関しての、うん、その信用保証の優遇みたいなところで補助をやるんだみたいなことが中小企業庁から出てますけど、うん、足らないですか。分かんないですね、どこまでやるのかね。なんとなくみんな利上げするって方向だとね、はい、その補助率っていうのもね、あの新しい普通のローンで借り換えたりするとその人それは 無利子無担保じゃなくなるわけでしょ。少なくとも有利子になるかもしれませんよね。どうするんですかね。そうですよね、そうすると企業の資金繰りもきついし、で、そこで賃上げって言われても、無理ですよ。無理、あれは無理。 あれは全くあのマクロ経済学のいろはの意が分かってないような政策ですね。岸田総理は、ね、年初の記者会見からそして、あの経済3団体の新年祝賀会の中でもとにかく賃上げをしてくれということを言ってます。勘違いしてるんですよね。勘違いしてる。安倍さんの時に言ってただろうって言うんですけどね。安倍さんがあの言う時に、はい、その前に私電話を受けてね、高橋さん今年どのくらい賃上げ大丈夫っていうふうに言ってくるから、その時に私は GDP ギャップとか失業率なんかで、はい、あの大体このくらい上げてももう企業は文句言わないですよっていうのがあので数字を言ってたんですよ。まあ非常にざっくり言うとね、 5.5 からね前の年の失業率を引くとそのくらい上げても大丈夫なんですよね。 5.5 から前の年の失業率を引く、だから例えば 2.5 ぐらいだと 3% ぐらい大丈夫なんで、 3% ちょっと前後するのはちょっとぐらい大丈夫なんですよね。だから安倍菅政権の時には私必ずその数字をいつも言って、この以上言うともうちょっととんでもない数字になりますからっていう言い方をしてましたね。そしたらその数字で言うと企業の方も分かってて、失業率低いし人手不足なんだからこのくらい出さなきゃいけないなって、景気もそこそこ悪くないからって分かるんですよね。でそれと今回全然違ってますね。その当時の 5.5 から失業率を引くっていうのの 5.5 ってどういう、いや過去の要するにデータからだいたいやってくると、目の後計算するときに便利なようにちょっと作っただけなんで、いや正確に言うとあれですよね、あの需給ギャップがどうなのかと、あと失業率がどうなのかっていうから計算するんですけどね。今需給ギャップも結構あって、失業率も見かけは低いんだけど、はい、本当はこれはちょっと高い数字でしょ。だからあんまり賃上げできない状態です。で企業から来てみるとね、失業がそこそこあるでしょと、そしたらそこから安い労働力あるんだからって賃上げしないんですよ。賃上げするインセンティブがない。ないですよ全然。あの人手不足にならないって賃上げってなかなかない、やりようがないですよ。だってそれ別にちょっと安いね労働力でね、失業者を雇えばいいんだもん、はい、と思っちゃいますよ。で見かけ上は今、ね、2% 台の後半ぐらいの失業率ですけど、でも雇用調整助成金で抑えてるから、はい、あれはですね本当はもうちょっと高いですね。なるほど、そっか、その部分の、まあ、下駄履いてる部分を脱がすと、これ雇用調整助成金も子供もずっと行くわけじゃないだろうというところですか。切れたら失業率はポンと上がるんですよ。あれって単年度予算で組んでずっと伸ばしてるって感じなんですか。いや、あれはね、もともとは、実は雇用保険で、はい、雇用保険っていうのは、失業率が下がると、ね、お金が貯まるんですよ。別に埋蔵金だったんだよ。だから、はい、だから使っちゃいって言っただけなんだけどね。要するに、失業率を低下させたっていうのはアベノミクスの成果なんでね。はい、それと使ってもで全然誰も文句言いませんよって言って、ああいうことをやったわけですよ。でも、それで多分底ついてきてるから、これから大変だと思いますよ。まあその部分をね、公費投入するのか、あるいはもうじゃあ制度ごとやめちゃいますっていうことになると失業率は跳ねるかもしれない。跳ねるね。だから多分公費を投入するんだけど、そうするとまたね、雇用保険料を引き上げ、さらに引き上げとかそういう話に結構悪循環になるんですよ、こういうの。これはまた可処分所得が減っちゃうじゃないですか。そうそう。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。中国、日本と韓国に新規ビザ発給停止、コロナ水際対策に対抗。中国政府は昨日、日本人と韓国人を対象とした新規のビザ発給業務を停止しました。日本と韓国が中国からの渡航者への新型コロナウイルスの水際対策を強化しているのに対し、中国外務省の報道官は、中国への差別的な入国制限措置に断固反対すると表明し、対抗措置だと明らかにしております。
向こうは人種が対象ですが、こちらは中国から来た人が対象という、もうそこで非対称な気がしますが。あれなんじゃないの、あの相互主義でさ、はい、あの日本も、うん、あの日本 の, あのなんか中国大使館のところに、ね、ビザ発給をやめさせたらいいんじゃないの、すぐ、うん、何も言わないで、うん、同じようなことすればいいだけだ、うんうん、でどちらかというとそっちの方が日本といったら多分攻撃になると思いますよ、うん、あのだってわけのわかんないウイルスっていうかね、でゲノム解析もしてくれないようなところから、うん、たくさん人が来るっていうのは不安でしょうがないっていうふうに思い、そういうふうに思う人も多いんじゃないですか。まあね、どういう変異をしてるか分からないし、ね、分からないから、うん、うん、まあなね、本当そこが分かっているんだったらまだしもというところですよね。分かってるんだったらいろんな対象の手法があってね、はい、あの従来の亜種だったら別にそれはそれでね、まあね、うん、日本国内であればそうそうそう、うん、大したことない、うん、でもよく分かんない状態だったら、はい、あれじゃないですか、同じようになんか外交って結構難しくないんですよ、相互主義っていうのを考えると、うん、あのね、私なんかいつも相互主義で考えてるだけなんだけど、はい、なんか中国とかね、海外がこういうふうにやられたら、それは同じことやればいいだけなんです。だからビザの発給をじゃあ停止するんであればと、うん、もうしちゃったんでしょ、おそらく。うん、しちゃったんだったら、だからこれでなんか抗議してるんでしょ、日本は。はい、日本は抗議だそうです。抗議だから、同じように停止すればいいじゃん。うん、韓国はビジネスや観光にあたって取得する短期ビザの発給を停止すると。停止する お互いにやればいいわけ。うん、なんでもそうなんですけどね、防衛もそうなんだけど、はい、外交関係っていうのはみんなね、相互主義でやればいいんですよ。うん、それで、あの相手が軍拡するんだったら、もう仕方なく軍拡はする。あの防衛費を増やすと、うん、それでいろんなミサイル開発するんだったら、それは仕方なくミサイル開発で、相互主義なんです、全て。うーん、相互主義で考えたらいいんですよ。うーん、なんか外務省の人ってそういうの考えられないのかね、このすごく簡単なんだけどね、こういうのって。うーん、ねえ、これ本当なんというか、韓国もやってるんだから、不思議でしょ、横並びでね、横並び好きですもんね。なんなのかね、こういう、なんなんでしょうね、こういうのっていうのは、非常に単純な話なんだけど、うん、あのよくそれで、あの日本の国内で、中国の方が不動産を爆買いするって話し合うでしょ。ああ、ありますね。はい、あれも相互主義にすればいいんですよね。うん、で、それは相互主義にすると、中国の国内で不動産を買えないから、はい、で日本の国内も相互主義で買えないっていうだけなんですよ。うん、でこれはあの外国人土地法っていうのは、戦前にあった法律があるからね、はい、それをワークさせればいいだけなんですよ。あ、なんかすごく簡単な話 でほとんどが相互主義なんですよ、外交、あの対外関係っていうのは、はい、一番分かりやすいんですよ、向こうが関税かければこちらも関税かける、そう、簡単でしょ。うん、うん、だ同じようなことすればいい、同じようなことして両方とも困ったらその時話し合えばいい。あ、まあまあね、本当それでいけば今回のこの話だってって、いや、もう話し合うことなくて、向こうはいきなりね、ええ、やってきたんだから、こっちもいきなりやってね、それでいいんですよ。うーん、そうするとあのそういう不都合が出たらその時にまた話し合えばいいんですよ。ええ、で今回の場合は、まあ日本はそのお宅がちゃんとデータ出してくれたりとかしてくれれば、こっちだってこんな水際対策しなくていいんだからさっていうね、うん、話ができるわけですもんね。そうそう、だからお互いに、だからデータのね、ゲノム解析だったらね、はい、日本だったらやってて公表してるわけでしょ、うん、そしたらそれでお宅もやったわっていう、お互いにやった、世界のみんなそうですよって言えばいいだけだ。うーん、なんでやんないんですかってでまあこれね、あのしかもこういった水際対策って別に日本と韓国だけがやってる問題じゃなくて、いろんなところでやってますよ。アメリカも検査を要求すると、そうそう、ヨーロッパの国々も検査を要求し、うん、ということはやってますからね。まあだからみんな同じように相互主義で考えたらよろしいんじゃないの、こういうのって、うん、まあ距離的に近ければこういうことをいろんなねレベルが違うんでしょうけどね、でも多分相互主義ってのが一番分かりやすいと思いますよ。あの物事を考える上において、まあそして、今月の半ばには春節がやってくると、うん、旧正月、そう、大量に来てどういうふうなウイルスの人かも分かんないっていうのは不安でしょうがないでしょう。まあ検査でということになってますけれども、入っちゃいますよ。では続いてのニュースこちらです。岸田総理イタリアで首脳会談、外務防衛の協議枠組み立ち上げ。
G7 の議長国として5月に広島サミットを開催するのを前に欧米のメンバー5カ国を歴訪している岸田総理大臣は日本時間の10日夜フランスに続いて訪れたイタリアでメローニ首相と首脳会談を行いました。会談では両国が特別なパートナーとして共同訓練などを通じ安全保障協力を強化することを申し合わせました。そして日本時間今日未明イタリアでの日程を終えて3つ目の訪問先イギリスに向け出発をしたということであります。イタリアイギリスというと日本と今度はあの、ね、自衛隊の航空自衛隊のエンジンの共同開発ありますよね。これすごいですね、なかなか、ね、新しい戦闘機の ね、これはなかなかね、うん、あのそういう意味ではあれですよね、あの、はい、この協力してっていうのは意味がありますよね。でも岸田さんこんだけずっと欧州回ってるんだったら、はい、ウクライナに行けばいいなと私なんか思っちゃったけどね。あ、うん、ウクライナにちょうどいいチャンスでしょ。それで岸田さんの日程見てるとダボス会議は出ないんですよね。あ、ダボス会議出ないそうですね、はい、うん、相手でじゃない行けばいいじゃないと、まあ、この後の、ね、日程はもう1日刻みで、うん、イギリス行ってカナダに行って、うんうん、そしてアメリカにと行けなくなっちゃったね。あの多分難しいんでしょうけどね、うん、でも G7 の国で行ってないの日本ぐらいじゃないですかね。ああ、ウクライナに、うん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 、ちょっとね、だからあのヨーロッパ行った時だから、はい、あれポーランドからね、あの夜行で行けば行けちゃうんだよね。うん、まあ、バイデン大統領はね、あのポーランドの国境のところまでは行って、うん、まあ、激励をしてという形でありましたが、ね、うんうん、他の国はしない。だってイタリアの確か行ってるはずですよ、あの、うん、あのウクライナにね。でそれなのになんかよくわけわかんないんだけどね、あのなんかあのハイマースみたいなのって日本にもちょっと あるんですよね、はい、あのこれは、うん、あのヒゲの隊長の佐藤さんがツイートしてたけど、あれ廃棄するって話なんでしょ、あの MS なんとかってやつでね、はい、ミサイル ね、うん、あれを廃棄するってのってあんなのはもうウクライナにね、あの武器移転原則があるからできないって言うんだけど、はい、廃棄するんだったらあんなの欲しいだろうね。 あの武器移転原則ってのはあれ法律法律じゃないから、あんなの別にいいんでしょ岸田さんが言ってね、オッケーって言って。そうすると、まあ、ある意味、各内閣、歴代内閣の判断の範疇ですか。そうすると、じゃあ、あの、はい、我が岸田政権では判断を変えましたと言えばいい。そうそうそう、うん、判断、あれですよ、廃棄するくらいだったらね、いろんな言い訳できてね、ウクライナで廃棄しましたって言えばいいね。おなんて、ね、冗談みたいな通じないですけどね。いや、でも頭の体操としては。そうそう、いろんなのがあるから。そういうのがあってね、いろいろやったらよろしいのかなと思うんだけど、どうもね、はい、そのあたりのところちょっとすっきりしませんね、この手の話はね。まあね、ウクライナのゼレンスキー大統領と、まあ、電話会談をし、うん、そして大統領周辺からも、ぜひ来てほしいと。いうような調整は受けているということが表にすでに出てますね。行って、廃棄させて、これ廃棄させてくれって言って、オッケー。どこかに廃棄する場所ありませんかねというふうに聞いて、聞いて、あ、じゃあうちにいいとこありますよと。うんうん、そういうのもありでしょうね、外交だったらね。私は何でもこういう時にはいろんなことはできると思うんですけどね。この現行憲法の枠の中だってできることはいっぱいあるしと。もったいないですね。うん、本当にもったいないもったいないってずっとすごく思うこと多いですね最近ね。まあね、日本もあの越冬支援とかその辺はやってはいるということですか。いや、まあ、越冬支援とかね、はい、あのね、防弾機とかなんかね、防弾チョッキとかね、装備品の部分はね、でももう廃棄するんだったらってウクライナから見れば絶対もう喉から手が出るよ、この欲しいに決まってるんじゃないですか。まあ、あのヨーロッパ各国などはもうすでに踏み込んでいて、まあ、戦車だとか、まあ、機動装甲車をフランスも出すと、うん、もう年末にはそういうことを言っていますし、そうですよね。まあ、いよいよだからそういう陸上で、陣地を広げていくのに必要なものっていうのをやりだしてますよね、うん、だって別にあれですよ、うん、あのでこれ常識的でしょ、廃棄するくらいならいいっていうのは当たり前でしょ。それで G7 のしての議長国として言うんだったらそのくらいやったって別に世界中から見ると何も思いませんよ。国内の人だけですよ、武器あのなんか装備移転の原則に反しますね。はい、MLRS ってやつですよ、ね、これはね、はい、あれですよね、別にいいじゃないのと私なんか思っちゃうくらいですけどね、判断ですと。でまあね、G7 のこの広島サミットにゼレンスキーさん来てほしいっていうふうに言うんだったら、うんうん、彼もただでは来ないですよね。
で廃棄するんでしょ繰り返しますけどね、なんかちょっとちぐはぐなんですよ ね、 続いて教えてニュースキーワードです。山上容疑者鑑定留置終了。安倍元総理大臣が奈良市で演説中に銃で撃たれ暗殺された事件で、山上徹也容疑者が刑事責任能力を調べるため去年7月から行われていた鑑定留置が終わり、昨日身柄が大阪拘置所から奈良市内の警察署に移されました。奈良地方検察庁は鑑定の結果に加えて手製の銃を製造し、演説の予定を把握して周到に銃撃を計画していたことなどを踏まえて刑事責任能力があると判断し、勾留期限の今月13日までに殺人などの罪で起訴する方針です。まあ、この、事件の全容を解明するということはとても重要なことですけれども、何かそれ以外のね、外野のですね、この、まあ、そもそも私はあの、はい、なんか公のところでね、この名前を呼ばないことにしてるんです。もうね、こういう程度の人にね、名前を呼ぶことすらね、ちょっと躊躇するような感じの人でね、と思ってるんですよね。かつてクライストチャーチで、銃乱射のテロがあった時に、ニュージーランドのアーダーン首相は、そうですね、名前も与えるなと、まあ、そんな国会で確かに、確かに言ったんですね。そうですね、そういう考え方あるんですよね。だからまあね、マスコミの方は報道するんだけど、まあ、私基本的に しないですね、うん、こういうのね、まあ、これに関してはもう、事実のみをお伝えすると、そうですね、こういう形に、したいと思う。で、今だから新業さんがあんま言わないでふって言ったんで、おと思ったわけね、でそれのちょっと新業さんのニュースにコメントちょっとコメントっていうかね、はい、前のね、世界経済の話でね、世界銀行が成長率が、世界が 3.0 から、ね、世界が 1.7 になって、1.3% 下がったでしょ。それ日本は、1.3 から 1.0 になったって言ったでしょ、はい、こういう時ね、多分ね、あれなんですよね、アメリカとかヨーロッパも一緒に説明したらいいわけ。アメリカは 2.4 から0.5 です、はい、0.5、うん、それであとヨーロッパは 1.9 から 0.0 です、はい、0.0 成長しない、うん、そう、それでね、これね、半年前と なんで違うかっていうと、日本だけは、はい、痛み少ないでしょ、これ実は ね、円安だからなんです。円安だからものすごい痛み少ない、ものすごいラッキーなわけね。だからね、多分ニュースやるときにね、はい、日本と世界っていうのでみんな見ちゃうんだけど、はい、ヨーロッパとアメリカを見ると世界全部わかりますね、こういうのね、というふうに思っておりまして、確かにちょっと余計な話かもしれませんけどね。でも逆に言うとですよ、アメリカやヨーロッパが失速するっていうことは、そのアメリカの需要だとかに引っ張られていった輸出の部分っていうのが、ここからきつくなるかもしれない。だむしろ内需をやんないとまずいってことになってくるわけですか ね。ただ最初の時に、はい、これ普通はこういうふうに円安になるとね、日本だけが有利だってんで批判を受けるんだけど、今受けてないからラッキーともなきゃいけない、はい、それなりにね、年末のね、はい、利上げでね、あれはね、黒田さんは不祥不祥だと思うんだけど、まあ、岸田政権の方針なんですよね。輸入物価が高いからっていうんで円安をって止めちゃったわけ、是正する、これまた、はい、計算してたね、日本また下がりますよ。今 0.3 の落ち込みに住んでるんだけど、これ出したのこの間でしょ、はい、ということはちょっと前のデータで計算してるんですよね。そうすると円安で円高になってるとこで落っこちますね、また。今の130円台前半みたいなレートでやると、ね、140円ぐらいで計算してるはずなんだけどね。なるほど。だからね、こういうんで結構こういうのはね、見てるとね、あれですよ、変なことやってるんですよね。まあ変なことやってるって、だからまあいろいろとね、世の中には面白い話っていうのが結構転がってるんだけど、無駄の話ってあるでしょ、はい、無駄の話って話し合うときに、それは無駄の話は絶対減らさなきゃいけないんだけど、はい、結構これ難しいのは難しいんですよ、でね、私なんか役人やってたときに思うんだけどね、もうね、予算科目が多すぎてね、ちっちゃくなるともう把握できないんですよ、ほとんど。もうね、要するに何百万円何千万円の話になると係長またっつって、もう誰もチェックしない、はい、でそういうのがね、結構東京都なんかも結構多いんだよね。東京都はものすごくたくさんあるでしょ。この間、若年被害女性等支援事業についての、まあ、会計報告に不正があるんじゃないかということで、住民監査請求があって、ね、それが受理されたと。受理されて、もう一回調べ直せと。そう、こういうのっていうのは、はい、多分ね、役所に全部任せて、これは東京都ので
保健福祉局かな、はい、ここがやってるんだけど、おそらくね、うんうん、こんなコロナどころでね、こんな見てられませんよ。福祉保健局か。福祉保健局。福祉保健局って言うとそうですよね、コロナの見てられない、正面の。もう全然見てられないっていうか、あの、実はこういうのはね、厚労省とか文科省に結構多いの、はっきり言うと。あの、国役所も。はい。で、このね、あの、今さっきのやつっていうのは、コラボっていうね、ところなんだけど、はい、国費が2分の1入ってるはずなしだし、そこもほとんどチェックしてないと思う。金額が少ないから。なるほど。だからこういうのっては実はね、無駄省きにするんだったら、はい、金額はちっちゃいんだけど、うん、こういうふうな住民監査請求みたいな人が、住民がね、見た方がいい。それで、この住民監査請求ね、私これちょっと着目してるのはね、普通住民監査請求っていうのは、95% がもうみんな門前払いなんです。はい、これはもうね、棄却とかね、うん、却下とかね、はい、全然やってくんない。で、ものすごい珍しい例なわけ。で、それをちょっと読むと、うん、結構面白いのは、税理士が全く機能しないってよくわかるわけ。こんなところで、税理士ちゃんとやってくれっていう感じがありますね。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ！西村経産大臣訪米、次世代原子炉の開発や建設、日米連携で一致。アメリカを訪れている西村経済産業大臣はグランホルムエネルギー長官と会談し、エネルギー安全保障の強化や脱炭素化の推進に向けて、次世代原子炉の開発や建設で連携していくことで一致しました。日米両政府は従来よりも小さく建設コストが低いとされる小型モジュール炉など次世代原子炉の開発や建設で連携していくとともに、第三国への輸出などにも共同で取り組んでいくとしております。ということで、次世代原子炉の話、あのスモールモジュールリアクターってやつですね。この、はい、あの ちっちゃくなると何がいいかっていうと、うん、この放熱に関するっていうのがある一定の科学の原則があってね、はい、要するに体積と表面積の比なんですよ。要するにそれはだから体積が大きくて表面積がちっちゃいっていうと、はい、実は放熱がしにくいわけ。当たり前だけどね、はい、だからこの体積と表面積の比で大体決まってくるんだけど、そうすると小さくなればなるほど実は放熱は簡単になるんですよ。っていうのは分かるでしょ。だから小さくなった方のは放熱が簡単だっていうのは、一番典型的なのが実はスマホですよね。だから大きな、まあ、昔大きなコンピューターはすごく熱出すんだけど、はい、でどん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 小さくなればなるほど放熱が簡単になって、今はこれは、あのファンを回さなくても常温で大丈夫でしょ。なるほど、なるほど。ノートパソコンですと時々あれでしょ、ファンの音がしますね。回さなきゃいけないで、それともうちょっと大きいデスクトップだともっと大きなファンをつく必要になるんだけど、うん、だんだん小さくなると常温がでできるようになる。これ原子炉も全く一緒でね、はい、あの今の原子炉が危ないのが、要するに大きなシステムで、はい、ものすごく大きな巨大な原子炉でしょ、だからあれは表面積が小さいから常温で冷却できないから、結果的にはあの、まあ、水冷でね、はい、冷却させないとダメだって。それでそこの冷却ポンプが、ね、津波で流されちゃったら大変になっちゃうって話ですよね。東日本大震災の、そうですね、あの技術的にはこのスモールモジュールリアクターっていうのは常温冷却できるんですよ。だからそういう意味ではああいう風な、はい、冷却装置いらない、ね、あの今の技術ですと多分地中にちょっとした水を溜めておいてそこに置いておけば大丈夫って、そんな感じです。だからそういう意味ではあれですよね、これ非常に私なんか有力だと思うんですよね。あともう一個ちっちゃいでしょ、ちっちゃいとね、はい、地域に置けるんですよ。で、地産地消ができるわけ。エネルギー問題が大きいっていうのは、あの、送電ロスが一番大きいんですよね。はい、電力っていうのは送電をするとすごくロスがあるわけ。ロスないように思ってるかもしれないけど、すごくロス大きいわけね。まあ、分厚い、ね、太い高圧線で東京まで運んでくるわけですよね。うん、で送電ロスね、3割ぐらいあるんじゃないかな。結構大きいわけ。で、地産地消にしたらそれがなくなるんですよね。だからこれ、あの、いろんなところで地産地消にすれば、はい、エネルギー問題っていうのはかなり解決すると思いますよ。ああ、エネルギーの地産地消っていうと、よく太陽光だとかね、再生可能エネルギーの話をしますけど、そうすると安定が悪いと。そう。だからそこを安定させるためにも、そういう小型のモジュール炉みたいなものが地域地域にあると、安定しますもんね。そうそう、すごく安定するの。それだから、うん、あの、エネルギー効率もいいしね。って、うん、思うんですけどね、あの、これを言うとまた私も批判受けちゃうんだけど、いつもね、なんか、なんで科学的な話してるだけなんだけど、うん、これはものすごく、あの、
いい話だと私は思うんだけどね。それで、危ないのは、巨大システムは危ないのは間違いないんですよ。あの冷却装置がないやつっていうのは、冷却ができなくなったら大変になるでしょってな。でも別にこれは大したことないっていうかね、あの常温冷却できちゃう可能性があるわけでね。それで、スモールモジュールリアクターはもう北米なんかでもうちょっとしたらもう実用化しますよね。だからある意味で、あれで日本はこういうところで。はい。あの、でも日本の企業も結構これやってますよ。あの三菱重工だとか、そうそう、東芝とかやってますよ。はい、だからね、あの結構いい連携なんじゃないですかこれ。アイデアとしてなんかトラックに乗せて運べるんじゃないかみたいなところまで報道されたりしましたね。ちっちゃいやつはね。うん、でもちょっと大きめになったら小型の体育館ぐらいかな。ああ、うん、体育館だから学校の下に置いとけばいいような感じですよね。ああでもそれどこでもあるでしょ。うん、それもね、うん、今のその発電所のあの広大な工場プラントみたいなことを考えると相当こう小さくなると。うん、でもだから3万キロワットぐらいで、そのくらいあればね、はい、結構周りかなり程度賄えちゃいますよ。まあ、今はね、一つの炉で100万、120万とかね、そうでしょ、うん、こんなんじゃ全然違いますよね。うん、それで、ある意味でこれはあのクリーンエネルギーだから、CO2 出さないで、ね、で日本だと透明ですよ、ウランかなんかでもいうあの海外に依存しなくていいから、もうほとんど純国産ですよね。あ、燃料の部分、そうそう、燃料の部分も、うん、やったらよろしいのかなと思うんだけどね。でも反対する人いるんですよね。原子力って聞いただけで反対する人いるから困っちゃったけど、まあ、産地消となるとよりこの里に近いところに作るのか、うん、みたいなことになってしまうのか、うん、でも電気あって楽でいいじゃないかなと私なんか思っちゃうくらいですね。実は私は太陽光も否定してません、否定しないんですよ、はい、だったらますますベンツでね、うんうんうん、でも太陽光の話になると、はい、あの最近人権問題、これ西村さんやってるのは、はい、で一方でね、あのサプライチェーンで人権問題とか排除するってなんでしょ、うん、あ、そうすると太陽光危ないですよね。日米の連携でね、そうい う, こう組織体を作るっていう話が出てきてましたよね。西村さんそれ話してましたね。やってるとそうすると、まあ、当面はね、はい、あのなんていうかウイグルの話が、ね、想定されるんだけど、そうすると日本だって太陽光のパネルね、あれはウイグルのやつが多いはずなんで、そうすると結構やばいですよね。だからアメリカなんかもあの太陽光のパネルなんかは自国に切り替えてますよね。あ、うん、だからそれは日米で一緒にやってっていうので、はい、やったらいいんじゃないかなと思うんですけどね、これはね。まあね、その辺のこう枠組み作りであるとか、まあ、人権のデューディリジェンスの部分、うん、アメリカなんかはもうね、半導体に関してはかなり厳しくやるしね。厳しくやると。半導体ってでもね、要するに台湾とか韓国って言われてるんだけど、本当は半導体で重要なのはね、半導体を作る装置なんですよ。半導体を作る装置ってのは日本とアメリカとオランダしかないわけ。それでほぼ8割占めてるんですよね。はい、で5社しかないんだけどね。そこが本当に装置を輸出しなかったら台湾も韓国も作れなくなるんだよね。だからそこも日本とアメリカとオランダでは協定してね、これはやっぱり、はい、しっかり組んでいこうっていうのがありますからね。いろんな中でこういうふうな話になって、はっきり言って中国包囲網ですけどね、中国を締め出す動きがどん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 盛んになるような気がしますね、これはね。で今後ですけれども、まあ、日米首脳会談と、まあ、それと並ぶような形で、外務経済担当閣僚による、経済版2プラス日米経済政策協議委員会、これが行われるということで、まあ、西村さんも林外務大臣とともにここに出席すると、うん、まあ、この辺経済安全保障の話をこうやっていくわけですね。うん、あれね、経済版2プラス2っていうと、私なんかの昔の世代だからね、はい、外務省と経産省が一緒にやれるのかと思っちゃうけどね。お昔はもうつばぜり合いしてね、はい、俺が先だ、俺が先だって言ってたところだからね。まあそうですよね、構造協議だとか。そうそう、同じような部局が、はい、ね、外務省と経産省にあるから。はい、ねえ、この際一層のことでリスト出して合わせちゃったらよろしいんじゃないの。うーん